い、皆さんこんにちは、カタリストレーナーです。本日は福岡キャンピングカーショー2022の秋に来ました。ということで今回バンショップ三上さんのブースにやってきたんですが、可愛いね女の子のキャラクターとその上に新しい色の点灯紙があるので、こちらね紹介していただこうと思います。三上さんの息子さんの方ですよね。はい、そうです。はい、こちらねバンショップ三上さんの、三上翔太です。翔太さんですね。はい、バンショップ、三上の翔太さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、すごいなんか目立つキャラクターがいるなと思って今伺ったら、はい、なんとテントムシが漫画の中で大活躍している道草より子の食べ走りという、すごいめちゃめちゃいいですね。どこから出版されてるんですか？講談社さんの方で、毎月モーニング2という漫画雑誌の中で毎月連載で。あ、そうなんですか。はい、単行本1巻2巻出てますので。そこまで出てるんですね。はい、すごい。でその中でテントムシが活躍してて、はい、もうなんか名前がね、道草より子さんって、道草しながら寄っていろいろ食べるよっていう漫画なんですね。そうですね。テントムシ乗っていろんなそのまあ、パーキングエリアとかご当地の美味しいものを食べながら旅行するという。うわ、すごい素敵。はい、でしかもこのゆり子さんが乗ってるのとのはテントムシなんですけれど、はい、今回新しいテントムシバージョン出たよということなの で、 そ, うです、ね、またそちらも詳しく教えてください。はい、ありがとうございます。みるみるランド。はい、ということでなんか色がまたすごい爽やかな、はい、グリーンになってますね。そうですね。あとはこれ新しいもうできたばっかりのうちの展示車なんですけれども、はい、まず、まあ、ベース車のハイゼットトラックの方が、うんうんうん、ビッグマイナーチェンジの方をしまして。そうなんですね。はい、でまず大きく変わったところといえば、まあ、CVT になりました。4速オートマだったんですよ、前までは。駆動システムが変わりましたので、駆動システムが今まで4速オートマだったのが CVT に変更になったっていうことです。はい、でそれで燃費がもうすごく向上しまして、嬉しい。5速マニュアルを超えましたね。はい、あ、そうなんですか。です。であと、まあ、パワーもかなり走行ですね、上り坂とか高速道路とか今まで、まあ、軽トラベース、そこをよく言われてたんですけど、はい、もう CVT って本当軽自動車乗用、軽の乗用乗ってるような感覚で、はい、使っていただける仕様になっております。すごい。あれですね、アトリエとかも CVT ですよね。はい、うん、そうですね。はい、なのでやっぱりそこら辺が強く強化されて、はい、燃費が良くなって走りが良くなったよっていうところが、そうですね、今度の5体の車両のさらにレベルアップしたところですね。はい、そうですね。あ、いいな。ね、外観からだとちょっと分からなかったんですけど、そういうこともね教えてもらってすごい嬉しいです。はい、で上見るとあれはソーラーパネルかなとかって、ね、そうですね。はい、今まで、まあ、テントムシの電装システムですね、うん、そちら E パッケージというものをも去年から出させてもらってたんですよ、リチウムイオンの。はい、こちらにはソーラーパネル 100W4 枚載ってたと思うんですけど、はい、今回そのどうしても E パッケージだと、まあ、オプションとして金額が高いなって思われる方も多かったので、はい、まあ、そのちょっと下の10万円ぐらい安くなっている中堅クラスの電装システムを今回これに搭載しています。なるほど。じゃあちょっと幅広く選べるようになった感じですかね。そうですね。はい、ただその中堅といっても全然容量とかパワーは全然あるようにしてます。なので今回これ初の DC クーラーのオプションもつけておりますので。おー、すごい。 12V のクーラーとがついてる。はい、ですです。嬉しいですね。それも動かせるほどのパワーはありますので。あ、夏が快適になっちゃいますね、さらに。そうですね。あ、このカラーがまたすごい優しい色とちょっと濃いめの緑とのコントラストがすごい爽やかですね。あと窓すごい大きいですね。はい、今回新しいオプションですね。で両サイドのウィンドウ、これアクリルになっております。はい、あ、アクリルの二重窓。はい、二重窓の方を今までサイドなかったんですよ。スライドのガラスの標準だったのがオプションでこういう跳ね上げ式のですね、はい、アクリルウィンドウも選べるように。あ、そうすると結露とかもなくなって、はい、うん、
って断熱性も上がって、はい、さらに快適に過ごせるようになるって感じですかね。そうですね、はい、あそれもね選べるようになって嬉しいですね。そうですね、後ろがねやっぱりこのテント虫パカーンって開くのがねすごいいいとこですよね。これ結構人気ですね。そうですよね、大きい荷物も積みやすいので、うん、はい、あとやっぱりいい景色のところでいいよって言われればねそこで開けて景色を眺めながらちょっとくつろぐこともできますよね。そうですね、すごい開放感がある、はい、中もすごいお揃いですね。白と緑っていう爽やかな色で、はい、統一感があります。あ、これですね。あ、はい、ビューシークーラーになっております。あ、これで夏も快適に、はい、そうですね、でしかも、今の電装でできる1個のソーラーパネルと、はい、あとどんなあのバッテリーが積まれてるのか教えてもらえますか。はい、じゃあ実際ここの電装を見ていきましょう。はい、はい、お願いします。すごい、こちらですね、いっぱい積んでありますね。3台、はい、これは100アンペアを3発積んでおります。おで、まあ、ディープサイクルのバッテリーではあるんですけれども、はい、鉛のバッテリーですね、はい、そうですね、今までのディープサイクルのバッテリーより、はい、ハイスペックなものになっております。あ、そうなんですね、はい、強化されてるんだ。ですね、これで、まあ、寿命だとかパワーだとか、はい、容量、うん、その辺も全然今までのより良くなっておりますので、はいはい、それ3つ積んでればもうクーラーも全然一晩いけちゃいますので。あ、すごい、一晩ね、いけるっていうのは安心しますね。そうですね、やっぱり5時間ぐらいだとちょっとギリギリかなみたいなところがあると思うんですけど、やっぱりね、うん、一晩いけるって言われるとすごい嬉しいです ね、 ですね、うん、あと使用状況にもよるんですけど、うんうん、その辺あちらのスイッチパネルの下にですね、はいはい、モニターがございます。おー、それで今の使用状況、まあ、はい、例えばクーラーをつけてて、あとどのくらい使えますよっていう風に表記も出ますので、うんうんうん、それで、まあ、心配なくお使いいただけると思います。そうですね、確認しながら、うん、じゃあちょっと絞ろうかなとか、うん、もうちょっと開けてもいいかなとかっていうのができる感じですよね。そうですね、はい、こちらもエコモードもありますので、あ、いいですね、はい、安心、はい、押さえて使うこともできます。おー、では走行充電とソーラー充電とあと外部充電みたいな形の3口から、はい、そうですね、あ、できる充電ができる感じの、うん、そうですね、形ですね。わー、嬉しい。これだいたいこのパッケージになるといくらぐらいで、はい、こちらですね、まあ、一番ハイエンドクラスでいいパッケージのが、まあ、44万なんですけど、はい、まあ、それよりまあ10万ぐらいをとして、まあ、30万半ばぐらいですかね、うんうんうん、はい、で実現できるんですね。そうですね、嬉しいですね、ありがとうございます、はい、でここに電装関係はしっかり積まれているってことですね。そうですね、はい、でこちら側が冷蔵庫発見しちゃいました。縦置きの冷蔵庫です、はい、この冷蔵庫大体何リットルぐらいですか。これで、はい、今までもついてたものと同じなんですけど18リッターのものですね、はい、あ、18リッターのものですね、はい、あ、そうですか。でちゃんとねここにねフックがついてるから開けたら止められる。で閉めるときはこのフックを外せば閉まりますね。よいしょ、はい、はい、あ、すごいいい感じです。で今回からですね、はい、この冷蔵庫への作業テーブルを設けておりまして、作業テーブル嬉しい、ここにスマートに収納して、ね、今入ってましたよね。でパッと取ってここの上に、そういうパーツだったんですか、嬉しい、広い作業台が出てきました。で調理の時とかね便利に、いや、すごい便利ですね、使いますので、ね、冷蔵庫開けるのって一瞬ですからね、うん、もう全部食材出してやったらあとこの上が作業台になるって、どうしてもね冷蔵庫だとこの上がこうアーチかかってるのでなかなかそこの上で作業って難しいと思うんですけど、これを置いてくれるだけで全然違いますし、あとここに収納できちゃうのがすごい嬉しいですね、はい、すごい。ここは開けても大丈夫ですか。はい、こちらは、まあ、基本的には収納ですけど、まあ、FF ヒーターが入っております。あ、そうなんですね、はい、じゃあ FF ヒーターはオプションでした。オプションで、はい、やっております。つけることができる、うん、そうするとここに来るってことですね。そうですね、でこちらがマルチコントロールとかもありますので、あ、本当だ、
これで細かく温度の設定、はい、タイマーとか、うんうんうん、あと登山される方はこのマルチコントロールをつけると高所対応になりますので、はいはい、山の上でも FF ヒーターしっかり使えます。ですね、はい、そうするとそのちょっと前日夜に入って暖かい状態で一晩越して、うん、じゃあ朝から出発しようみたいなことが高いところでもできちゃうってことなんですね。そうですね、はい、すごーい、いやー嬉しい。あとは外観で、はい、アルミホイールをタイヤ関係をですね、はい、なんか新しいオプションを設定しておりますので。あ、そうなんですね、拝見したいです。あ、はい、ですか。こちらになります。これは14インチですね。へー、まあ、基本今までハイゼットベースということで、まあ、12インチ標準か、うん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 、オプションで13インチのアルミホイールとかは設定しておりました。ただ、ね、今回ちょっと14剥がしてみようということで、うん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 、大きい、そうですね、かっこよく、かなり印象がしっかりこう出てくる感じがしますね。13とか、ね、12よりもやっぱり一回り大きくなってくると、お、なんかかっこいい、ね、タイヤになったなっていう感じがすごいしますね。すごいな。でこれがさっき言ってた、はい、アクリル二重窓の反対側、はい、反対側ですね、オプションに付けられる。そうですね。なので、まあ、こっちも両方跳ね上げになりますので、はい、どうしてもやっぱりスライドがいい場合もあります。ありますね。なので片方別のオプションになってますので、こっち側はスライドがいいな、こっちは跳ね上げがいいなっていうのはお客様の方で選べちゃうんですね、はい、選べます。あ、それも嬉しいですね、はい、お客様によってやっぱり要望違いますからね。そうですね、使い方が変わってきますね。じゃあせっかくなのでリビングモードからベッドモードとかってしてもらうことできますか。あ、はい、ありました。みるみるランド。じゃあまずちょっとリビングモードになりかけてますので、そのまま、うん、おー、そこが台になっちゃうんだ。よいしょ。こちらですね。で止めてあげて、背もたれになってたやつ、普段ここにあるマットの方を入れていただいて、はいはい、パタンと入れてあげるだけで、これで、はい、ベッドダイニング状態になります。でこちらからベッドの方にしていきますね。あ、なるほどなるほど、そっかそっか。2列目シートがハスプシートになってるんですね。そうですね、これは F タイプで展示車作っておりますので、よいしょ、ヘッドレストをしますね、はい、ヘッドレストを取ってあげます。でこの状態でスライドしまして、移動してあげてので、温度はちょっとこっちに寄せます。あ、ずらしてあげるんですね。なるほど。ちょっと待って。よいしょ。で、さらに倒してあげることで、ベッドになってくると。おお。そうですね。これでフラットにして、で、こっちに、すごい。よいしょ、ある。あ、なるほど。そこに入ってたんですね。ですね。このマットを、はい。よいしょ。シュポッと。はい。スポッと入れてあげて。あとこのフロントの、はいはいはい、マットを、よいしょ、展開していきます。おお、よいしょ、あ、すごい、よいしょ。でここをロックして、そこでしっかり止めるんですね。はい、でよいしょ。あ、ちゃんと穴があってそこにはまるようになってるんですね。はい、ですね。そうするともうずれないでしっかり固定されちゃいますね。はい、これでフルフラットベッドができます。できましたね。はい、すいません、身長何センチですか。身長は170です。170ですか、はい、ちょっと寝てもらってもいいでしょうか。はい、わかりました。すいません、イメージが湧くように。あ、すごいすごい、全然いけちゃいますね。1840ありますので。あ、そ
そうなんですね、はい、背の高い方でも全然足伸ばして寝れます、うん、大人2人がねちゃんと寝れちゃうスペースになっちゃいました。わーいいなー、これでねエアコンつけたら夏でも涼しく、そうですね、ね、寝れますし、うん、ヒーターもクーラーも完備なので、そうですね、オールシーズン、はい、オールシーズンいけちゃいますね。このテントウムシはどんな方にお届けしたくて作ったんですか？そうですね、もう幅広くなので、はい、もうお一人でもあのカップルの方でもですね、うんうん、ご夫婦あと、まあ、ファミリーの方でもですね、そうですよね、はい、あの木だけどやっぱり上が寝られるスペースがあるので、はい、そうするとやっぱりお子さんとか一緒に行っても4人まではね寝られちゃいますし、でみんな前向きシートで座れるっていうのもいいですし、エクタイプは3、4人で座られることを、まあ、前提としたものなので、うんうんうん、まあ、1人2人であればあの S タイプ横向き、うん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 、選んでいただければいいと思います。はい、すごい素敵なのを新しく作ったのを見せていただいて本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。